騒ぎすぎた。ちょっとあの X でね、いつもの5倍発狂しますとか言って気合い入れたら喉が破壊されました。はい、皆さん、新シーズン来ましたね。今ね、新着オセロニア見てましたけど、なんかいろいろねキャラ追加されたんで、まあそいつらをね、いつものごとくね狙っていこうと思うんですけど、まあ、今日はねちょっとサーバーが落ちないことを祈りつつやっていこうと思います。いつもね、なんか新シーズンのね動画を撮ろうと思うとね、サーバーが落ちるんです。なんかちょっとね今日もね不安なんですけど、とりあえず新ゴマね3体追加されたんですけど、これねちょっと性能見てたんですけど、おもろいっすよね。まず新スキルがさ、手ゴマでオーラになりつつ盤面に出しても発動するみたいな、俺ねこれ結構ねずっと願ってた感じっすね。これは違うわ。これは違います。こっちじゃない。こっちだ。このミーってやってスキルが手駒にある間はオーラとして発動して、で、出した時は出した時で発動するってことで、まあ、こいつコンボはね、変わんないんですけど、スキルが、手駒にある間はずっと600ダメージの雷撃ダメージで、で、召喚した時は倍増ってことですね、これ。上さんも言ってましたけど。で、デッキ条件としては混合デッキってことで、今までもあったじゃないですか。なんか、混合でさ、ランタイとさムーニア入れてさ、なんか混合殴りみたいなのできますし、リーダーは違うやつでもできんのか。あ、できないんだ、これオーラだから。そうか、ちょっと考えられてますね。なんか例えばナルアダルア混合とかさ、テレーゼ混合とかの時はさ、できたじゃないですか、ランタイとムーニアが。これできないんだ、リーダーオーラだから。あーってことはなかなかね面白い調整してますね。でこいつ自体出した後もコンボもね最大4500ってことは普通に強いと思います。ステータスも高いしね。ただ出しちゃったらもうオーラとして使えないから、ちょっと出しどころ難しい。まあフィニッシャーとして使うって考えればいいんですけど、まあフィニッシャーで置いたターンは600ダメージ出ないんで、まあそのターンはね実質600かないってことは、バイセ打ってればバイセだと4200プラス600ですけど、バイセ打ってるわけじゃないんで、まあまあ、4200から実質ね、マイナス600した値みたいな感じで3600ってことですね。まあ、実質ね、バイセ打った時と考えると、まあ、アタックとか違うから一概に一緒ってわけじゃないですけど、まあ、いつでもね、打てるフィニッシャーで、まあ、出さなくてもいいし、最悪フィニッシャー引かなくてもこいつ投げれば、ボンとダメージ出せますよって感じですね。なんで普通に強いと思いますね。で、こいつもね、強かった、見たけど、これアドだけで言うと5832の、2400だから5600か、5600ダメージ、毒ダメージで5600出しつつ、しかもね手駒で4ターンは800毒で、その後盤面を置いたらデバフしつつ1200って強ない？これ普通に強いんですよね。しかもこいつも確かコンボ強くなかったっけ。ほら割合でしょ、 13% ただね 3% 上昇ってのがちょっとね若干嫌ですね。これ 4% 上昇だったらマジで強すぎた。てか、ステータス高くね？ちょっと待て。マゴマでさ、2300普通に超えてくんのやめてくんね。強いんすよね、こいつ。やばいわ。で、これね。こいつだけちょっと見てる感じ外れだったな。運営ならダメマスで作ったんだろうな。コンボはフレアヒールってことで、結構悪くないと思うんですけど、値も3で、結構高めだな。で、スキルが、あれですね、リーダーで、3ターンの間、ダメマスか。アズみたいな感じか。アズ出した後の召喚の仕方みたいになるんか。ダメマスアーズね。あんな感じになるんですね。出し、手駒のオーラで3ターン、まあ、計6個ダメマスを出しつつ、で、召喚した時はフレアヒールになるってことか。でもなんか、ダメマス6個って、全部ってさ、なんかさ、3ターンの間さ、自分の駒の周りさ3つにしてくれればもうちょっと強かったもんな。ダメマス自体がさまだちょっとさ微妙なのにさ、なんか2つしか出さなかったら6個でしょう。こいつはなんかね俺は微妙かなと思いました。すごくマデッキにするにしてもね、なんか微妙だなと思いました。でもう片っぽがね全部そこそこ強くて、まあ、これがねこのスピーカーもいいじゃないですか。普通に序盤に投げればただポン出しのダメージになって、中盤以降に投げると回復したりとかカット入ったりとかで結構強いですし、コンボも最大4000出るんで、こいつは普通に無難に強いって感じですね。神谷に入れると、いつ投げてもある程度仕事はするよって感じですね。で魔のやつがこいつコンバートの吸収でしょう。
でこいつもねいいかなと思ったんですけどさ、なんだったっけ、新一蘭とか、なんだったっけ、あいつあいつ、そうそう思い出した、プロキオンよ。ちょっと今ね飛んだ名前が、プロキオンとかと同デッキがつくんで、まあ、完全なる回復コンバート組もうと思うとこいつはちょっとね他のライバルが入れなくなるんで入らないですけど、マワークはね結構ねコンバートってマワーク開くんで、マワークにポン刺しするのありですね。ただ S 枠をこいつでサッカーってちょっと吸収の値がどんなもんかなってよるんで、ちょっと使ってみないと分かんないんで使ってみます。ただコンバートなんで俺は欲しいかな。であとこいつね、カマリがこれも微妙なんだよね。ちょっとこれじゃねえよ、こっちだよ。なこれも微妙で、まあ、強いんすよ、強いですけど、なんか流血はねライバルが多いんだよな。でも流血って基本火炎オーラを入れて火炎ダメージで削っていくっていうのが多分ね主だと思うんすよ。ヤンドーラとかさ、あのあいつら入れてね、アイリスだったっけ、ちょっと名前が飛んだ、ちょっと待ってダメだ、ド忘れが激しいな。でこいつコンボでね2000は確定で、2000プラス火炎ダメージ上がるってことでしょう。まあ最大4000の方が普通に強いんだけどな、強いんすけど、なんか分かるかなっていうと分かんない。でも3ターン 70% カットなんで普通に優秀なのか、優秀ではあるな。でもなんか流血って俺のイメージだと守ってっていうよりかは火力をどんどん出して結構短いターンで決めないと血がなくなっちゃって自分にあの自傷ダメージ入っちゃうんで、ちょっと難しいですよ流血。うん、ってことで、まあ、とりあえずね、前置きを長すぎるとね、皆さんちょっと飽きてきちゃうと思うんで、俺は早速ね、ガチャ引いていこうと思います。とりあえず、500個あるんで、まあ、1周でね、160個なんで3周引けるかなと思ったんですけど、ちょっとね、さっきね、持てたかけらでね、結構引いちゃったんで、とりあえずあと10連引いたら、サービスになるんでね、まあ、2周と、プラスこの、10連サービスで2周プラス20連っていう風でちょっと一回引いてみて、まだちょっと考えようかなと思いますんで、早速ねやっていこうと思います。ちなみにこの30連では信号マンは一体も出てないです。さあね、早速ちょっとね動画をね2週間ぐらいサボってたんで、その2週間分のパワーをガチャに込めて早速ねガチャを回していこうと思います。いくぜー、ほら頼む、マジでね出てくれ、ほんでお願い、ちょマジでね、俺10連で出てもいいと思うんだよ3体。あー何も入らねえ。でも大丈夫、出せる、俺なら出せる、俺なら出せる、出せる出せる、俺ならいける、来い来い来るんだ、頼むお願い。一気に3体ポンポンポンって出たらね、俺も発狂しすぎてね、もうKG ありがとうって直接言いに行くかもしれん。あやばい、3つやばい、これ言霊か、違う全然、おい常設型じゃんかよこれ。ちょっと待って、常設やん、完全に常設だった今の。3体いたけど3体とも常設ってある、やばない、せめてさ超ゴマが1回ぐらい出ればさ嬉しいんだけどさ、それもないっていうね。でちなみにね金のあのかけらが入れば超ゴマ確定っぽいんですけど、今んとこねさっき30連で金のかけら入ったんですけど、なんかクソみたいなキャラしか出なかったんで、今んとこね何も出てないです全く。でこれ多分音も鳴ってないんで爆死ですね。 OK ってことは10連は何も出なかったと。ちょっと待って、あと20連で終わりか、とりあえず今あるかけらだと。待ってこれ20個あればさ30で引けたんか、ちょっと待って待って、これ足しちゃよかった、ちょっと待って、足したんじゃない、足すんじゃなくてこれは運営さんから施しなんでね決してね俺がね足してるわけじゃないですよ、これもらってるんですよね。うん、ごめん間違えました、来い来るんだ、来い来い頼むお願い。俺前置きがないとね勝手に動画長くなっちゃうからね、もうさっさとガチャポン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 って引いて2体ずつポンポンポンって出して終わりたいん、3体をさっさとね。でもこれ出ないね、また出てないな、これほら、ちょっと待って、渋くない、やばい、これちょっとなんか俺嫌な予感するわ、この時点でもう嫌な予感する、まだ400個あるけど嫌な予感する、やばい、めっちゃ嫌な予感する、どうしようどうしよう、これ待って、金入らんくね、やばい、上ちょっと待って、金入って頼む、金入らないとさ何もなんか、せめて虹入ればさ虹とか言えるんだけどさ、それもないな、やばい、どうしよう、上頼む、これ音鳴ってんのかな、ちょっと俺がさ喋りすぎてて鳴ってねえわ、やばいやばい、これやばい、まずいまずい、梅まずい、ちょこのさ一周終わったらちょっと一回ボックス整理するか、ちょっと一回ねリセットした方がいいわ気持ちを、これ多分ね、あ長いぞ、来た来た来た、これ金入るわ、ほらー入った、来た、来い来るんだ、頼む、これ3体出して一気に一回ね落ち着こう、3体いっぺんに出す、いける、俺ならいける、最近ねガチャ良いからいけるんだよな、
上いけるよ俺。来い1枚2枚2枚か2枚抜きしろ頼むお願い2枚抜きしよう。来た早速来ました。何だったっけ名前。あー違うお前ちょっと待ってお前ふざけんなよ。ちょっとビビったやんかティアマとかよ。ちょっとビビった。でこいつですねシャウラが出ました。オッケーとりあえず幸先は悪くないっすね。ちょなんでティアマトでそんなに喜んでんだよ俺。うわーってなった。おいもう一生終わっちゃうよやばい。待って虹入らん金も入らん。ちょ最近さよくあるんですけど進化前がさ止まるからさ止まるとさ一瞬ビビってさ叫んじゃうんだよな。俺なんか止まるとね俺の中のセンサーが発動して勝手に叫ぶ体になっちゃってるんでガチャが止まるとねあーってなるんですけど持ってるよってなるんだよな。ちょっと待てよ20個あればねもうそのままスピーディーにねあと2周いけたんですけどこれとりあえずあと1周と20連ですねサービス。あー金だー。ここで一回あの乙女座が欲しい。俺乙女座なんですよね。あの今だからカミングアウトしますけど俺乙女座なんであの神のねステラだったっけあいつ欲しいっすね。頼むいっぱいくれステラ。あいっぱいくれって言うとやばい1枚かとりあえずこれ金なんで確定でしょ。なんで月読みやねん。ちょ整理します。ボックスパンパンになってきたんで今んとこマゴマが1枚だけか。幸先は悪めだな。ちょ悪いですね幸先非常に悪い。これで一周で決めるわ。ここの一周がねターニングポイントなんじゃない。なんか判断めっちゃターニングポイントなんじゃないですかこれ。ほら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 来た。これねS ね多分ね5枚出てあの全部ねあの持ってないやつ2体と持ってるやつ1体で全部揃うからこれ決まったわ。やばい2枚ほら2枚抜きありがとうございます上さんありがとう。来たほらほらほらめっちゃ抜いた。やばい。あこれポルカじゃねこれ。おわふざけんな進化前のポルカやんけ。なんか喜んでたけどシャウラまた出たしシャウラ揃いました。おふざけんなよポルカお前。俺めっちゃぬか喜びしたじゃんかよ。さっきのティアマトと一緒じゃんかよ。ちょーい。うめえ、これずるい、こういう戦法。進化前で喜ばせるのずるいんだよな。ちょーい。今の喜び返す。でもね、シンゴマがね、モバが揃ったの嬉しいですね。とりあえずあと神2体欲しい。竜はね、まあ、どっちでもいい。神とりあえず1体はまずくれ。欲は言わない。1体くれ。あー、また爆死だ。ちょっと待ってよ。嫌な予感がするな、これ。梅さんちょっと待ってね。ちょっとお願いしますよ梅さん。頼むよ梅。ああ虹か。虹は常設なんだよな。虹はなあんまり信用できねえんだよな。虹もねまあ悪くないですよ S は入るから。虹はね大抵常設なんだよな。虹とね音だけのやつは常設でもね、これ2個目だからね、当たる可能性はある。うわー、誰だったっけ、お前。そう、イズナだ。ちょっと待って。まだけ揃ってんのか。なんか嫌な予感すんだ、これ。この偏り方。あ、長い。これ金入るわ。わかった。これ長いもん。絶対入る。ほらー、わかるんだよな。このね、あの読み込みのね、長さでね、わかるんすよね、梅さん。もう俺は慣れたから。ガチャってね、こういうもんなんすよ。いける。来い。来るんだ。来い。頼む。お願い。いっぱい来い、S。1枚、2枚来た。2枚か。これで紙2枚にしようぜ。いける。来た違うおーい、ふざけんな、スーじゃんかよ。おー、止まったけど。ちょっと待って。いじめかよ、これ。ちょっと待ってよ。いじめだよ、これ、運営の。なんか、止まらせといて、俺を喜ばせといて、違うよって。うせえ。なんかうせえぞ、これ。違うんだよな。ちょ待って、本当にやばない。ちょっと待って、なんか止まるたびに喜ぶんだけどさ、なんかすかしてんだよな。これ出てないな。待って、2周目はゼロ。まずいな、これあと30連しか引けないですね。ちょっとかけらの数的にちょっとあの久々にあれしなくちゃいけない可能性が出てきた。あれは何か言わないですけど、この30連スプレーかかってんだ。上かかってるよ。30連スプレーかかってる。わかるな、わかるよな。なんでやねん。
ちょ、右手の小指で引くは最近小指引きしてないんで、これ出るんですよね。あの、音とか関係ないですよ。小指引きは絶対出るんで、これね、確定演出なんですよね。俺の、あ、でも左手じゃないかな。右手はね、あの、S 出る確率 60% ぐらいで、左手使うと 100% ああ、やっぱね。そう、これはね、あの、想定内。なんで、これ左手の小指でいきます。左手の小指で使うのが一番当たります。これで、金出して、ほら、読み込み長い。ほら、来た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 。ほらね。なんで入らんねん。大丈夫。でもこれで、左手の小指は確定演出なんで、あの、自力で確定演出を出す方法ですね、これ。普段使わない指を使うっていう。あの、普段は絶対さ、あの、利き手の人差し指使うやん。親指とかね。そういうのがないんで。なんでやねん。ちょ。これやばない。ちょ、まずいっすね、これ。これちょっとまずいな。これちょっと一回触って、スピーカー触ってから行きます。来るか。これで入らない。なんか幸先悪くね。やばない。まあ、幸先悪いな、これ。んー、なんでだ。幸先が悪いな、かなり。しかも S 出てなくね、これ。何これちょっと待って、ちょっと待って、これ。うえ、これはさ、ちょっとさすがに、あかんでしょー。やめられねえ、止めれねえ、かけら購入。おい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 、運営さんよ、確率操作してんじゃねえの、これ。ねえ、運営さん、これちょっとやばいな。とりあえず、松パックで決めるか。ちょ、運営やばいな。これでね、まあ、あの、あと、単発1回で、頭じゃなくて、あの、10連1回で、あの、サービスまで引けて、で、さらにもう1周できる分になりましたんで、まあ、これでね、まあ、このチケットで、まあ、1枚当てときますか、とりあえず。ちょ、なんか、でも、このチケットで当たったことないんだよ、1回も。まともに、新ゴマ。当たんないんだよ、大体。ほらね。ティアマとか。ティアマと出すぎじゃね。で、これで10連引いて、サービスなんで、まあ、この辺でも決めたいよな。なあ、とりあえず1体ずつは欲しいんだよ、上。1体ずつ入れば、もう、あー、なんか襲われたぐらいの悲鳴を出してる来い、来るんだ、頼む、お願いお願いお願い。とりあえず1体ずつ欲しいの。1枚、ちょ、1枚は渋くね。ちょ、渋いんだって。おい、パズーズはさ、欲しいやつのとこ行けよ。やばくない、これ。ちょっとまずいぞ。ちょ、幸先悪いな、これ。めちゃめちゃ幸先悪いっすね。あー、金入った。もうこの1周で決めたいよ、俺は。もう頼む。よくは言わない。一体ずつ欲しい。これでも十分よくなるかな。よくは言わないからさ。一体ずつくれよ。1枚、2枚。あー、3枚あー、やばいよ、これ。めっちゃ重なって入った。来た。おい、ふざけんな。うわー、またパズズと。嫌な予感する。このシャウラもう一体来た。しかもこっちができた。で、神来たのは嬉しいな、スピカ。スピカ来てくれたのめちゃめちゃ嬉しいわ。スピカはね、一体欲しかったんで。とりあえずね、スライドして使えるだけでもありがたい。アマテルとかもさ、1体しか来なかったんで、まあ、最悪ね、あの、1体でもいれば嬉しい。スライドでできるんで。いや、今のやばかったな。2枚抜きしたな。2枚抜きだけど持ってんだよな、あのマネ。3体目だしょ、あれ。あれ、なんか嫌な予感するぞ、あいつ。めっちゃ被り始めたぞ。あー、爆死。爆死パレード始まりました。あと、30連プラスサービスで終わります。爆死パレード。運営さんよ。入られんだけど、かけらが。ちょっと待ってよ。運営さんよ、かけらが入られんだけど。どうなってんだよ。おい。おい。入らねえ。どうしよう。これ、音鳴ったかもわかんねえ。てか、最近さ、音鳴らんくなったな、ほら。かけらが入らんかったら、あの、S 出ない説あるわ。ちょっと一個サイレントで運営修正したんから、もう S 出にくくなってるから、その音の演出なくなったんか。あ、長い長い、来た来た、これ来たわ。これ金入る絶対。ほら、わかる。これね、わかるんですよ、もう。あの、長い時は金入るっていうのはね、もうなんか感覚でわかってきた。これいけるわ。で、デュー出たら終わろうかな。俺はね、かけらなくなっても終わるかもしれん。1枚。あ、でも一番最、あー、3枚来たー。おい、余ってるかよ。ふざけんなよ。おい、全部違う。全部違うぞ、これ。余ってるかよ。竜来ないとさ、終われなくね、さすがに。どうなんだろう。まあ、竜駒別にどっちでもいいか。
まあ、神出てるからいいのか。でもなんか持ってないし、ミシャジゴバがいるってのがちょっと嫌なんだよな、俺的に。あの、個人的なね、感想なんですけどね。ちょっと頼むよ、本当に運営、なんで出してくんないのこれ。やばない。ちょ、やばないこれ。ひどない?ひどくないですか?ちょっとね、今回はね、マジで弾けないんだよな。ちょっといろいろありましてね、なかなか弾けないんで、これで決めたいんで、あ、長い長い長い、これ金入ったわ。多分。金は入るけど、虹かよ!じゃあ左手の薬指で弾きます。これで竜当てて、ちょっと平穏に終わりたい。頼む。まあ、これで平穏に終われればいいんだけどね。これで終わらなかったら、ちょっと困るんだよな。俺ね、かけらそんなに多分、増やせないな。2枚か。来るか?来るか、これ。うわー、またアマテルだー。ちょっと待てよ。ちょっと待ってよ。これは預けます。で、今出てんのが、まあ3体と神1体ですね。で、ちょっと整理するか。で、今ここにあるのが、何枚あるこれ。22枚プラス、あ、プラスじゃないか。全部22か。23枚か。27。ちょっと待って、27。あー、でも、信号は多分40でしょ、これ多分。35か。あと80連以下なのか。あー、なるほどね。なかなかな。あれだな、なかなかやな。とりあえず、いやー、これちょっとさ、今ちょっと見るわ。今ね、集まってんのがこれでしょう。で、さすがにね、ちょっと今回、運営さん、ちょっとこれだと渋いんじゃねえかな。やめられねえ、止めれねえ、かけら購入。おい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 、運営さんよ、俺は悲しいよ。なんでこんな出ねえんだ。今回のガチャ渋くね、渋くね。なんか今まで俺がね、当たり良かったからちょっと運営渋ってんのかな。お前最近当たりいいからちょっとさ、調子乗んなよみたいなね、感じのなんか匂い感じましたね。先月までがね、ポンポン出すぎて、ちょ、今月出なさすぎじゃね。竜一匹も出てないのやばいなこれ。ちょ、俺死活問題なんですけど、竜一匹も出てないの。あー、いらねえドゥムジ。ちょっと待ってよ、一周で決めます、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 決める、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 俺は決める、決めるぞ、決める、決める、決める、決めたー。決めてないけど、決めてないけど。なんか決めたーっつっちゃった。いや、いける、いける、いける、絶対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 いける、来い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 、頼む頼む頼む、全部出ろ、全部出ろ、全部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 出ろ、全部出ろって。2枚かー、全部出ねえな、このままじゃ。頼む、止まれ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 よー。おい、またフェイルロード来た。もうフェイルはね、戒めのためにボックスに残してるんですけど、ちょ、フェイルノート来すぎなんだよ、マジで。ちょい、ふざけんな、長い。これ来た。これ来たわ。長いわ。金来る。これ絶対来る。虹かよ。これで、ね、ちょっと使ったことない。左手の中指の、なんか、先で。中指の先っぽでやります。これでいけるだろう。これ出るぞ。これ出たら、もう皆さんね、左手の中指の先っぽでやれば出るっていう。ほら、2体出た。ほら、来たわ。止まるわ、これ。これ多分止まる。ねえ、渋、なんか待って、今回のが渋ない。竜が出ねえんだけど、竜確かに俺いらんっつったけどさ、1体ぐらい欲しいよな。使いたいんだけど。このままだとシェラハみたいになっちゃう。シェラハ持ってなかったの、確か。アマテル1体しか出なかったんだよな、あれ。周年の時俺。あの時の再来だぞ、これ。全然出ないんだけど。ほら、やばない?渋っ。ちょっと待って、やばい、渋すぎ。今回のガチャちょっとさすがに追えないっすね。やばい。これでラストだな。ラストとサービスでラストだな。やばい、まずいぞ、これ。え、まずくね?音も鳴らないし。え、やばい、これ。ちょっと待って。これ結構笑えないぞ、運営。これやばいわ。ちょっとやばい、やばい、やばい。これ沼りすぎ。やばいやばいやばい。本当に沼ってる。え、やばくね?え、出ないんだけど。助けて。助けてよ。助けてよ、上。無理だ。これ終わったわ。
ちょ今回ねマジで天井まで引けないんで、ちょっとこれでちょっと撤退させてもらう。あ、これ来たか、最後の最後で来たー。ここだ、ここで龍当てて終わろう。ちょ頼む、お願い頼む。それでだいぶ救われるから、本当に本当に本当に、ちょもう出なさすぎじゃない、マジでやばいんだけど。1枚2枚来た、一気に来る、3枚来た、これ来るぞ、一気に来る、一気に来るわ。あー来たー来たー、救われた。とりあえずあのスライドで使う分のキャラが来たんで、ちょっとあの整理します。マジかよ、ちょもうこの時点でちょフェイルの音邪魔だな。何体いるフェイルの音、フェイルノートはね17体目ですねやばすぎ。これはどうでもいいんだけど、とりあえずね今の時点で手に入れたのが神と竜1体ずつと魔が3体っていうね、まあ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 、あ待って、あれとあれ何枚になった、5枚ってことはあと3枚ぐらいか、あと3枚ぐらいですけど、さすがにちょっとねもうこれ以上追えないんで、また3枚30なんてことで150、無理だな、さすがにちょっと無理ですね。なんでまあ1枚出たからまあいいでしょう、うん、またちょっと考えますわ。とりあえずあとはだって別にこの辺いらないもんな、この辺いらないから結局あと30年引くかどうかはねまあなんとかね、とりあえずあの1体ずつ揃ったんで、ほんでね、あのスライドすれば使えるんでね、全然 OK です。まだちょっと3体出たのがね想定外でしたけど、しかも同じ方でね3体出たのちょっと想定外でしたけど、ありです、全然あり、3体出たのは嬉しいんで、まあ、早速ねあの新シーズンね、これちょっとシズマなどで使っていこうと思いました。ちょっとね叫びすぎてね喉が破壊されたわ。いやマジでやばかったっすね、ちょ今回ねガチャが渋すぎたんで、ちょ運営さんねちょっとあの俺が出なかった分他のやつらにちょっと運を分けてやってください。あの例えばねなんかアマデロとかも出たからさ、あの他のやつにもちょっと分配してくれ。もうなんか持ってるじゃあれなんだよな、持ってるキャラをさなんかダブっても使えるような救済が欲しいですね運営さん。ちょっとあの次回のアップデで期待してますんでよろしくお願いします。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。